はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、日産アリアが、新しく発表ということでね、今日はねちょっとアリアをぼーっと見る動画ですアリアってね、あれ電気自動車なんですよね。あの2021年に、販売ということで、まあ来年ですね販売ということなんですけど、まあ、ちょっとホームページね見ていきましょう。ほらこんなんすよアリア。これね、あのコンセプトカーに見えますよね。でもねこのまま出るみたいです。どうやらこのまま出るみたいですね。すごいでしょこれ。ほらね、これ今後ろ一瞬あれ一瞬ハリアみたいな、ほらハリアみたいな。でアンテナがね2個ついてるんですよ。ほら見て、これよく見て、一瞬見て、ほらアンテナ2個、シャークフィンアンテナ2個ついてますよね。これあのなんかプロパイロット2っていうんですかね、なんかあの自動運転みたいなんで、あのハンドルをあのもう持たなくてもいいみたいですよね。なんかそんなんがついてるやつはアンテナが2個ということで、まあこの E フォースっていうやつですかね、まあ圧倒的なパワーで、まあ、新しく出るということですね。これどう？これどう？これ率直な意見。これね、今日はね、ぼーっと見る動画なんでね。これ率直な意見は、めっちゃいいんじゃない？これ。これめっちゃ良くない？これ。アリア。いや、思ってた以上というかね、なんかみんなアリア、アリアって言い出したんでね、なんかちょっと気になって、朝ちょっと起きてばーっと見てたら、あれかっこよくね？これ。みたいな感じなんすよ。このまま出るんすよね。あのドアミラーとかがね普通のミラーですよね。あのなんかデジタルアウターミラーとかで出すのかなと思ったんですけど、意外と普通のミラーでね。これフロントのあたりね、その辺がなんかこれ組子模様っていうんですかね、なんかそんなんになって、これこれ伝統的な息づくデザインと、これですよね。ちょっと和をイメージしてるんですかね。まあね、黒いシートで、まあ落ち着いた感じではありますよね。ちょっと大人びてるかな。ちょっとグリングリン、ちょっとグリングリンする前にこれ色変えれるんか。うわ、白黒かっけえ。白黒かっけえよ。グレーいいな。黒か。黒よりやっぱちょっとツートンカラー意識した方がいいかな。まあ赤はね、やっぱ今回これか。カッパーって言うんですかね。これあの、銅褐色のことカッパーって言うらしいんですけど、こういう色がコンセプトの今回の色か。単純にこれ白はかっこよくね、これ。白黒かっこよくね、これ。ちょっと回してみよう。おー。やっぱこれ後ろね、後ろもほぼハリア。ほぼハリア。これライト点灯オンちょっとしてみよう。テールランプがね、ピューっとね、こう、ピューっと。長いっすよね。これ最近流行りのデザインっすかね。で、この気になるこの上の、このポッチ二つね。これが、なんか、いるんかな？あえてこれ、もういるのかな？このアンテナ。こういうのね、だいたいこのリアスポイラーとかに押し込めないんすかね。こういう感じでね、家にコンセントがあれば、いいんすよ。問題は電気自動車、そこなんすよ。なんでね、まだまだね、その、まあ、ハイブリッドカーが、まあ、主流ではあると思うんですけど、私ね、マンションに住んでるんでね、こういうのがね、なかなか難しいですよね。一戸建てでも、この、なんか、でっかい、こんなね、充電できるようなコンセントって増設しないとダメなんですかね。相当お金持ちの家ですよね、今の。で、しかもちょっとこれでかそうやね。なんか確かサイズが1855ミリとかワイドあったと思います。確か。インテリア、ラウンジのような上質空間。インテリア良さそうですよね、フロントの方がね。なんかちょっとこう、ほら、パッと見たんですが、あ、これこれ。すごないこれ。そうそうそう、これね。もうなんかスマホみたいですよね。こう連動するんですよ。この左側の液晶がね、こうスライドして、このナビとかが、この運転席の方にピャッと行くんですよね。で、このアームレストありますよね。これの、ここ全体がなんかズーンと動くみたいなんですよ。前と後ろにね、なんか電動で動くみたいなんですけど。ほら、ここにね、スイッチがあるんですよね。これ押すとね、なんか後ろにズーンと行くみたいです。何やろ？ちょっとやってみようか。
あ、ほらほら動いた動いた。すごないこれ。あー、なんかちょっと変形ロボ的な感じ。なんかちょっとこうコックピット動くのいいよね。電動センターコンソールっていうの？へえ。ちょっとこれ燃えるな。やっぱね、液晶ね、もうこれぐらいが主流になってくるんじゃないですかね。カスタムディスプレイ 12.3 インチか。へえ。まあ音声ガイドね。音声ガイドもね、どうなんでしょうね。実際、まあこういうスマートフォンとかね、iPhone とか実はすごいね、レベル高いんですよ。スマートフォンとかのね、音声認識ね。もうそのレベルで使えるんでしたらいいかなと思うんですけど、結局ね、なんかこう、タイミング合わない時あるんですよね。向こうがこう、今喋っていいよっていう時に、こう、うまいこと合わせて喋らないと、なんかね、こう、声が被っちゃうんですよね。こう、向こう側から言われる声の時になんかこう、反応が遅いんで、こう、ガーってこうなっちゃうと、こう、被っちゃうっていう感じでね。待たないとダメなんですよね。向こうが喋りかけるの。そのタイミングを伺ってやらないとダメなんで、まあその辺がどうなんでしょうね。声かぶりでも反応すればいいんですけど。ちょっといろいろ見てみよう。これね、今回、この、ハプティックスイッチ。ハプティックススイッチ。え？ハプティクススイッチか。なんでこんな難しい名前つけんの？なんでこんなに呼びにくい名前をつけるの？こう、横文字をつけたがるよね。こういう人たちって。なんやん、もう。え？エアコンのコントロール画面が浮かび上がる。ああ、それをハプティクススイッチっていうらしいんですね。そうそう。ね、浮かび上がるんですよ。これ実際こうタッチパネルのようになってるみたいですね。まあちょっと使いづらいと思いますね。おー、イルミネーション。あ、これ。あ、これどうなんこれ。これ横にね、ちょっと助手席に乗ってる人に演出としてはいいと思うんですけど、運転してる時これ、鬱陶しくないこれ。実際のところ。最初だけかな。ベンツね、最近のベンツとか、ちょっと乗せてもらったんですけど、かなりね、ちょっともううざかったです、正直。もう運転してる時も、あれも全部消したいな、という感じでしたね、このイルミネーションね。アドバンスドアンビエントライティングです。こんなんいらんからちょっと安うしてほしいな。あー、これね。ガラスにね、浮き上がるやつですわ。ガラスに浮き上がるやつ。これも当たり前になってきましたよね。うわ、これ昼間でもね、結構LED が明るくなってきたんで、結構昼間でも見えます。最近のやつ。昔のね、結構見づらかったんですけどね。もうね、なんかね、スペックとかね、もう車のちゃんと紹介した人、いっぱい出してますんで、もう川口学さんの動画とかも完璧なんでね、皆さん見てください。ワンソクチューブさんも見てください。本当に。ためになります。これ何？あ、スマホ。スマホと連動するんよね。最近の車ね、テスラみたいに。もうこんな家に住みてえよ、俺も。温泉までドライブ始める。これスマホでなんかするんですかね。はあ、はあはあ、ここまで行くと。結構家の近所山ね、この人。260キロ。そうそう、これ、渡航距離ね、600キロぐらい走るんですよね。あ、充電スポットがまあ途中であると。で、これ充電スポット問題ね。皆さんどう思います？これ。ガソリンスタンドとかに今ないっすよね。まああるとこもあるんですかね。なんか、たまにね、見かけるんですけどね。そこ、大概最近ちょっとね、多くなってきたんですよ。PHEV とかね、結構走り出してきたんで。それ充電してる人が多くて、結構ね、土日とか、いつも止まってるんですよ。で、その後ろにもね、ちょっと並び始めてるんですよね。っていうのはね、これ、ほら、充電するのに何分ぐらいかかるのこれ。急速充電でも30分ぐらいかかるんじゃないですかね。ガソリンスタンドだったら、正直なところね、あれガッと満タンするまで10分ぐらいですかね。10分もかからない時ありますよね。で、それで、まあ、それが30分以上だいたいかかりますよね。だからやっぱ、もっといっぱい、こう、インフラが、整わないと、いろんなところにありますよって言っても、いろんなところの台数が1台だったりとか、いいところ2台までなんですよね。あれが、もっとね、4、5台充電できるようになる施設がいっぱい増えたら、まあ、いいんじゃないのって感じなんですけど。ご自宅では、
バッテリーの状態を確認したり、ナビやエアコンの調整ができると。まあ家出る前に車冷やしとくってか。まあそういうのができるのね。駐車場遠い人どうなんだやろこれ。駐車場ね、家の近くにない人もいますよね。これどれぐらいの距離いけんのやろ。まあそれはね、一番いいの欲しいですけどね。めっちゃ高いんちゃうかなこれ。なんか噂によるとね、500万ぐらいからなんですけど、まあ一番安いのが、まあ 2WD の E4 じゃないやつですよね。それが、まあ 65kW のやつで、まあ、500万ぐらいなんで、多分いっちゃいいのも700万近いんじゃないですか。650とかいっちゃうんじゃないですかね。プロパイロット 2.0 オンイ。もう自動運転ですよね、ほぼね。3.0 になるとどうなるんやったかな。そうそう、これ追い越しね。追い越しがボタンでできるらしいですよ。ウインカーを出すのは自分で出して、そこから追い越しが自動にやってくれるみたいですね。これ駐車コントロールね、これリーフ一回体験したんですけど、なんかね、やっぱこの白線を反応するのが、すごい、なんか時間がかかりましたね。これ自動でね、やってくれるんですけど、自分でやった方がまだまだ早いなっていう。これぐらい早く行ってほしい。これぐらいスムーズに行ってほしい。大丈夫かな？なんかこう、この辺にね、なんかよくゴミとかなんか空き缶とかあっても反応しちゃって入れなかったりするんかな？ね、こういう時ね。ここで人が降りれねえよと、狭いところ。で、車をバックしの、ここで降りて、ひょっとして、スマホで操作できるってことなのかな？プロパイロットリモートね。プロパイロットリモート。今これマウスで動かしますけど、要はスマホでこうスマホでこうしたらできると。で乗り降りして、でまた車をしまうみたいな、そういうのができるっていうことですよね。まあ最近ね、やっぱデザインがね、日本車でもすごい良くなってきたなと思いますよね。マツダの鼓動デザインっていうのが、まあ飛び抜けていいなと思ってたんですが、まあ、最近やっぱね、このいろんなメーカーさんのデザインのレベルっていうのが上がってきてますよね。これはやっぱこうやって見ると、このワイパーがちょっと違和感がありますけど。あとやっぱこの2つ、これ最初はこう生きてね、このアンテナ2つ、俺の車アンテナ2ついいぞという感じで自慢できるんですが、そのうちこれは3つになったり4つになったりするのかな。これはちょっともうどっかしまい込んでほしいですよね。でこれね、ここね動くんですよね。やっぱこのカッパーのね、このデザインがこう表面、まあこれちょっと艶消しかな、金属色がいいですよね。で、ここが浮かび上がるんですよね。これがふわーっとね。まぁ、ちょっと未来的な感じもしますよね。うん。いいな。高級車、いいな。で、これホイールがね、ちょっと特徴的ですよね。これ正面から見たら、なんか、この1、2、3、4、5本スポークのもっと細いね、スポークみたいに見えるんですよね。不思議なデザインです。日産アリア。いやーいいね。やっぱこれ走ってる、実際走ってるシーンめっちゃかっこええな。わあ。これヘッドライトもこれなんかちょっと黄色っぽいんかな。これ一体どこ走ってるんでしょうね。これ日産のテストコース、こんなんあるんかな。外国かな、日本かな。まあこれから時代ね、こういうのが主流になっていくんですかね。まあでも金額がね、結構車両価格は高いんで、やっぱ一部の人でしょうねこれ。でもみんないい車乗ってね、すごいですよね。どんどん、新しい高い車買える人が多いっていうことは、まだまだお金持ちが日本は多いんですかね。はい、いかがでしたかね。日産アリア、これ2021年に発売ということなんで、まあもうちょっとね、これ金額とかスペックとかもっとはっきり出てきたら、これね、やっぱね、注目の車だなと思いますね。
日産アリア、なかなか日産もね結構攻めてきたなと、いい車出すなと思いましたね。あのテスラとかだとやっぱどうしてもねボディサイズが大きかったりとかね、もうちょっと浮世離れした感じするんですけど、この辺だったら結構今のね自家用車にまだ近いですよね。だんだんねこういうね未来っぽいデザインもね受け入れられるようにねなってきましたよね。いや、いいんじゃないですかね。はい、というわけで、日産アリアをぼーっと見てみたでした。じゃあね、バーイ。